俺たち水泳部の部長、皆川先輩。男前な性格で、がたいも立派で、でも何より競泳水着でも抑えきれない爆乳おっぱいが。やべ、真っ暗じゃん。なんだよ、あいつら起こしてくんなかったのかよ。冷てえな。鍵ないけど仕方ないよな。ま、盗まれるものもないだろうし。あ、タオル取ってくれないか、高瀬。てっきりみんな帰ったのかと思ってた。ここ壁高いし、夜なら見られる心配もないかなって、たまに一人で泳いでたんだけど。は、裸でですか。胸苦しいんだよな、競泳水着って。あの俺誰にも言ったりしないんで、安心してください。部長。サンキュー。高瀬なら黙っててくれると思うけど、それでも少しだけ不安なんだ。